ーローに来ていただきました。見事なピッチング、小川投手と見事なホームラン、龍平選手です。まずは小川さんに伺いたいと思います。今日のピッチング、粘りの投球に見えました。ご自身で振り返って感想はいかがでしょうか。そうですね、本当に粘っていこうという一心で、投げれましたし、先制点取ってくれるまで、ゼロで抑えられたので、良かったです。昨日もジャイアンツに敗れて今シーズンは3連敗、しかもまだ得点が奪えていないという状況での今日のマウンドです。試合前どんな思いで。